あ、俊介もなんか最初はね、若いうちはちょっと左ばっかだったけど、途中で髪長い、あ、欲しいんだ。そう、レスリーがいろいろ14、5年やってきたでしょ、現役時代。はい、まあ、さっき言った新人時に削られることもあるけども、はい、対戦して、なんか嫌だったやつとか、まあ、クラウディオ・ロペスもやってるけどもうね、これは本当どこでも言うんですけど、まあ、一番 M5 番ですよ。おー、頑張るって言ったらすごい、いや、あれはやばかったですよ。やっぱり一番全盛期に M5 番って来たじゃないですか。もうね、僕もまあそこそこスピードには自信あったんですけど、うん、あの用意どもして僕が前にいるのに抜かれましたからね。あ、後ろが普通にすばしりで、もうすばしりでのもあるし、あのやっぱバネですよね。やっぱり M5 がやっぱりやばいと思いますね。で、まあまあもちろん言い出したら切りないですけど、だからあとは違う種類で言うとレッツのワシントン。おお、岩でしたね、岩山、山です、山。予選でも動かないでしょ、うん、押してもビクともしないです。ワシントンはやばかったですね。まあ今でいう体幹強いってやつ、ね、体幹、あれ本当に体幹強いっていうのが山でしたよ本当に。あ、ほんで今度逆に重きが当たろうとすると平ってこうかわされるんですよね。いい選手でしたね、ワシントン。ただワシントンって日本に2、3年フェルディとレッズだけじゃない、うんうんうん、とマリノスでチャンピオンシップ、チャンピオンシップっていうかあれだ、ゼロックスか、はいはいはい、あれやった時から、うんうん、ボンバーがさ、はいはい、引きずられてった、はいはいはい、あれはベリンだよね、はいはい、そうですね、うん、あれ見た時やっぱ衝撃だったもんね、うんうん、まあ一番の衝撃やっぱりリトバルスキーと僕はジーコでしたかね、うん、一緒になって。だってまさかジーコと新人で入ってさ、うん、それで積み木ね、うん、2部だったけど、うん、誰が鹿島、そうだ、鹿島になってから一緒にやったのか、うん、鹿島、ジーコが日本に来て、うん、まあ、鹿島、積み木に来て、うん、2部だったじゃん、J リーグ、はい、まあ、日本リーグで、うん、で、日本リーグ JSL カップっていうのがあって、はいはい、その1回戦で、三菱と積み木になった、うん、で、俺全然メンバー入ってないからだけど、はいはい、で、帰ってきて、どうだったんですかみたいな、だから4人がボロ負けしたって言ってた。ジーコにすげえやられたって話してたえ、そうなんですかって言ったら、その夜、うん、まあ、ニュースになってて、はいはい、ジーコすげえシュート決めてもう手に負えなかったって。当然取れないし、シュート打つのも、もう完璧に打つし、動きがどうこうじゃないと、うん、まずボール取れない、うん、なんだっていうふうに思って、うん、次の年が J リーグカップのナビスコの、うんうんうん、で開幕した時には名古屋と鹿島の試合をこう、うん、これ別に関係ないからさ、うん、見てたのよ、うん、したらさ、ジーコもともかく、うん、髪の長い楽しんだそうよかったっすね、楽しんだ。俺の目の錯覚ではあるけど、うん、どうな薄いよなんだな俺初めてジダン見た時もそうだな、初めてジダン見た時もイベントスで若い時にジダンで、なんか年俺と一緒っていうのもなんか忘れると、なんかコーナーキック蹴る時になんか薄いのよ、はいはい、でも俺でも同じなのに20代前半でこんなに跳ねてんのっていうちょっと印象があって、でアルシンドもと思って、うん、すごかったじゃん、ジーコハートトリックでさ、うん、まあ、リネカー大ジーコみたいな感じでね、フィンズのさ、すげえ。よし、ちょっと前だから、はい、じゃあ最後に、はい、中西英介のベストイレブンもね、ベストイレブン毎回聞いてるから、ベタだから、ベタだけど、難しいな、ベストイレブン、それ、歴代の中から選べる、もう、一緒にやった人でもいいし、見た人でもいいし、まあ、一緒にやった人とかなんだろう。一緒にやった人ですね。あ、一緒にやった人ね、うん、めっちゃ同じチームじゃなくてもね、うん、いいし、難しいですね、まあ、同年代だからね。あ、そこはね、メンバーはみんな分かるじゃない。あ、難しいな。じゃあボランチから、ボランチボランチからもう
七海さんですよ。キーパーだった。キーパーね。キーパーはでもまあ吉勝になるのかな。ああ、そっか。吉勝二つ下なの。そうですね。うん。まあキーパー吉勝なしかな。うん。まあまあ。キーパーカウジ吉勝。はい。じゃあディフェンスはどうします。フォーバック。フォーバックできますか。フォーバック。はい。全然自分も入れていいからね。まあ、でもちょっと自分は入れにくいですね。でも右はでも奈良原さんかな。おお。これ外人とかもありですか。あ、まあまあ右は奈良原さん。センターバックにはいい。誰だろうな。まあでも井原さん入るかな、やっぱり。井原さん本名も。さんすごかったなと思いました。ホームボーイ一緒にやってないでしょ、まあ、対戦ですよ対戦って、ね、そうだね、まあ、フォーバックってイメージないですけどね、リベロとかそんなあれですけど、左サイド誰います、左サイド誰かがドゥトラっすよ。あ、ドゥトラドゥトラいたな。アーマードかな。ドゥトラも確かにいたな。左サイドエースケ一緒にやって左サイド、マリノス、ジュビ、ジェフ、小屋さんだろ。小屋さん懐かしい。よく知ってますね、小屋さん。先生、行けて。あ、そうか。そういうことか。左サイドね。左サイドな。誰がいるかな。左サイド結構特徴的だからね。まあね。フランスの意味に強いから、大間さんなのかな。なんかもう、どうしてもあの時のイメージが強いっていうのがあるんですかね。まあまあまあ、この中では。ね。うん、クロアチア戦決めろよって感じだよね。まあまあまあ、そうか、そこ直さんね、うん、ボランチはもう元さんと七海さんかなっていう感じになるかな。七海さんどうなの。ああ、そうね。もうそうなってきたらほんまにフランスのメンバーになってきますよ、ね、いや、そりゃそうでしょ。秋田さん抜いた自分どうなのかな。いや、ほんまに大丈夫。秋さんよりは本名も。いやいやいや、そんなことないでしょ。そんなことないですよ。アクサ見てないんだよ。いや、そんなことないですよ。そんなことないです。いつかアクサも俺が呼ぶわ。そうか、そうか。まあまあ、そりゃそうだよね。442で、右、誰だろうな。なんかもう、遠い昔のようで、あんま分かんないんだよな、やってて、右サイド。誰かってこう、なんか、表があればね、選びやすいんですけど。お前の記憶。だからもう、記憶がないから。まあでもじゃあでもね、今442で考えてるから、ボランチ2枚になってるから、もう右と左じゃないですか、こうこうね、うん、そんなんやったらヒデと俊介でいるかな。あ、まあどっち、まあどっちでもいいんです。どっちでもできるから。どうなん、その左利きの俊介は右に置く、僕はそっちの方に行ってほしい。でヒデは左に入れても、あの俊介もなんか最初はね、若いうちはちょっと左ばっかだったけど、途中でやっぱこう右も使えるようになったし、うん、あれでちょっとやっぱりマークつきにくくなったんですよね。だから右で使ってもいいかなみたいな。あとトップか、ツートップ、 M ゴマは入れときたいな。そうだよね、うん、やっぱあの賞金優勢だから、身体能力ちょっと入れときたいな。なんかでもいっぱいすぎて、なんか、あ、そうだよね、うん、誰を選ぶの。多分これ帰りに、何かーってなるんですよね。しかも見られちゃうしね。そう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 、ある意味ね。ガリーマス水内さん、だったら小倉だろ。その損だけいらないんですよ。マシンと M5 はコンビが合わなさそうだ。いや、バランスじゃないか、バランス考えて。まあでもじゃあチェヨンスでいいかな。あ、うん、チェヨンスやっぱりシュートうまかったですよ。なんかなかなかまとまんないベストイレブンだったけど。いや、全然全然。チェヨンスは日本代表からしたら本当に嫌な選手ですね。そうそう、嫌な選手でした。まあ基本的には日本嫌いの選手でしたからね、もともとはチェヨンスも、でもやっぱり日本に来て、うん、本当のこう日本の良さ知って日本好きになって帰ってきた選手だし、最初ジュビロ、ジェフ、いや最初ジェフ、ジェフか、ジェフからジュビロ一緒にやったの、自分で。やってます、やってます。で、だってもう最初に入って、日韓戦の一緒にこう争ってる写真持ってきましたね。ちょっとパネルみたいな。一緒にやってるよみたいな感じで。
成して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。